ビデオダイアリー February the 5th 2020 by Hiroshihaya s h i h a m a m e t City Japan ビデオ日誌2020年2月5日林宏ですこんにちはこのところ何かにつけて bad luck 不運事故が続いています最初に起きたのは やはりパソコンの方ですね、えー、今あのパソコンといいますかホームページの方で私の動画集のメニューをご覧いただけるようになっていますでホームページのプロバイダーとですねそれからメニューの方のプロバイダーがこれ別なんですよねそのメニューの方の方へですねつまり更新データがですねアップロードできなくなってしまいました まあ,あれこれ、慌てましたね、また、何しろ大変な量であると同時に、まあ、私のホームページの中でも最も重要な部分であるからです、でプロバイドを変えるか、あるいは別のプロバイドにするとかいろいろ考えたんですけども、ところが次の日、まあ、治っていたんですけどもね、まあ、私の操作ミスでした、それがまあ原因だったわけですけども、ともかくも、それがきっかけって言いますかね、であれ、これ、起きました。 第2位ますか次に起きたのがです、ね、私が使っている、まあ、ランニングマシンですよね、ウォーキングマシンと言ったらいいのかな、そ,のそれが、ね、突然ガタガタ,ガタっとして止まってしまったんですね。でカバーを開けて中を見るとです、ね、モーターとそのローラーの部分をつなぐ、ね、後で分かったんですけどもサポートベルトというのが切れてしまっていました。で電話してどうしようかということになったんですけども新しいのを買うか、あるいは 修理に、まあ、来てももらうかってことこなんですけどもたまたま今日、ですね2月5日、午後2時にねその修理の方が来てくださるということなもんですから、まあ、それまで待ってですということになったんですけども、まあ、昨日、おとといはそういうわけでそのウォーキングマシンが使えなかったんですよね、そこで仕方ないから夜中にね2月4、えっと、2日だったかな、とにかく2、3日前の夜にね山の家に行きましてね、ねそこに山の家には小さな ランニングマシンが置いてありましたので、それをまあ自宅、浜松市内の方へね持ってきまして、車で持ってきまして、そして家の方でランニングしていると、まあ、そういう状況なんですねで。ガタガタしたんですけどもねで、昨日ですけどもね、こんな事件がありました。えー、っと、近くの医院,院へ、ね、あの行って、毎月、まあ、私、コレステロールの薬をですね毎月もらっているんですけども、それ,それが切れたもんですから、 まあ、昨日ねその院へ行ったんですよところがですねどういうことか、いつもは、ね、それほど患者さんが多くないんですけども、まあ、パラパラという感じなんですけども、昨日行きましたら、ですね、まあ、ガヤガヤといらっしゃる感じだったんですね、まあ、時期は時期ですし、まあ、こういう、ねまあ、時期ですから、これはい,いけないなということで、まあ、その前からね私は病院今度から行くときにはマスクをしていくということで決めていたんですけども、まあ 家に混んでるなということでですね車を出る時にですねそのマスクをね2枚重ねたんですよでたまたま座席の後ろにね子供用のマスクが置いてありましたので子供用のマスクをですねまずしてそしてその上に大人用のマスクをして2枚重ねしにしたわけですまあ、そうすればですねより安全だろうということでことでですねそうしたわけですけどもマスクというのは2枚重ねて耳 耳にか,たかけても、ですね特に子供用っていうのはそのゴムの部分が短いもんですから、かけられないんですよね、そのかけると耳,耳の方がその圧力って言いますか、力に耐えきれず、そいわゆるまあゴムの方は耳の方が曲がってしまうんですねで、マスクは耳にうまくかからないわけです、どうしたもんかなと思っていたらワーフィンはです、ね、だから耳にかけなくていいから中に挟んでおけばいいんじゃないって言ったんですよね。なるほどそそうすればいい,い,いってことこでその 子供用のマスクを中に出て、大人用のマスクを外にして耳にかけたわけです。そしてまあ早く済ませて薬だけもらって帰ろうと思ったんですけども、先ほど言いました,ら言いましたようにですね、病院の中に入りましたら、どやどやとこう患者さんがいるような感じなので、まあ、立っている人はいませんでしたけども、まあ、窮屈な感じで椅子に座ることになったわけですよね。で、ワイフもまあ何かの薬をもらうということで、ついてきたんですけども、 まあ逆かもしれませんけどもね、まあ、とにかくも2人でまあその医員の中に入っていったわけです、やはりね、この時期ですから、インフルエンザの方もいらっしゃいますし、風邪の方いらっしゃいますしね、まあ、それもその他、まあいろんな方がいらっしゃるわけですけれども、まずいなって思ったんですね、それでなんとなくポケットなんか探りましたら、そのマスクを包んでいたまあ紙が、て言いますかね、あのパッケージがありましてね、そこには、えー 95ろって書いたんですよねまあ、ウイルスを95%その、えー、遮断するということが書いてあるんですよ。私で、ですから計算したんですよね。1枚で95%ということになりますと、まあその5%の部分についてはですねいわゆるまあウイルスがその通り抜けるっいうわけですよね。なるほどな。でまあ、計算して、じゃあ2枚重ねたらどうなるんだろうということを計算してみたわけですよ。まあ、仮にねまあ 1>, まあ、1万匹、まあ、ウイルスの場合は1万とか10万とか、そんな単位じゃありませんけれども、ね、もっと数多く飛、まあ、び交っているわけですけども、1万匹で計算しますとね、まあ、ウイルスを1万匹としますとね、95%カットするということになりますと、まあ、9500匹は、まあ、カットするということですよね、でも、500匹は残って、まあ、すり抜けるというわけですよ。 じゃあ、その500匹をどうするかということで、私は2枚重ねてましたからね、じゃあ、2枚重ねてから先さ、さっきその500匹についても95、95%、まあ、除,除去すると、ということを計算しますと、まあ、簡単に言えば、2枚重ねすればですね、まあ、ざっと計算すればですよ、まあ、約9千0 0匹、うまくいけばね、9900っていうような感じで計算してたんですけども、 じゃあ3枚重ねたらどう,どうなんだろうってことになりましてね、じゃあ、ということで、ポケットの中をガサガサ、まあ、あの探してみましたら、あのまあ、私のポケットというのはマスクだらけなんですよね、どこ行くにもマスクを持っていくということになりまして、あちこちのポケットにマスクが入ってましたので、まあね、こっそりと皆さんに隠れて、まあ、3枚目をそのマスクの下に入れたわけですよ、それで3枚重ねになったんですよね。 でいろいろ計算してみて、まあ、やっぱりこれでもすり抜けるだろうなと、仮に1万匹じゃなくて10万匹だったらどうなんだ、あるいは100万匹だったらどうなんだって計算してきますと、だん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 憂鬱になってきましてね、そうでしょ、必ずすり抜けてくるウイルスっていうのはいるわけですからね、ですから、まあこれ,は、まあ、これはまずいなということで、私がですね横,横のワイフにこう言ったんですよ。なお前 マスクもう1枚増やしたらって言いましたら、ま、マイフはまは2枚してましたんですけどもね、もういい、私は2枚でいい、だめだ、3枚しろ、4枚したらどうって言いましたら、そんなにできるわけないでしょって言いましたんで、私、実験してみたんですよ。じゃあ、何枚まで、えー、重ねられるかなというふうにやってみたんですよね。で、3枚どうかな、4枚どうかなって考えて、頭だけで考えましてね、5枚、6枚、6枚やったらど,どうなるんだろう。 窒息して死ん,じゃうなの死んじゃうんじゃないかしらなんて、ね、考えたんですよ。で、ジョークを考えたんですよね。で、インフルエンザのウイルスを遮断するために、どっかのある方がです、ね、マスクを2枚重ねたとで、2枚だとまだ通り抜けから3枚にしたと、3枚でも足りないから4枚にしたと、4枚でも足りないから5枚にしたと、さてその患者さんはどうなったでしょうか。つまり 呼吸困難で死んでしまったなんてね、そんなブラックジョークを考えたんですよね。それで、それをけ自分の、ね、心の中でケタケタ笑いながら、ワイフにそのジョークを話してあげたんですよ。バカねーなんて笑ってたんですよね。なーって言って、じゃあ、私がじゃあ重ねてみるからって言って、3枚やったんですよ。3枚マスク重ねてみたんですよ。でも、意外とマスクっていうのは、スー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 とと息が通るものなんですよね。で、これはいいやってことで、今度は4枚重ねたんですよ。 4枚重ねればですね、95%、95%、95%という感じでウイルスがより遮断できるんじゃないかと考えたわけです。それでまあ5枚、6枚まで、あれあの本当によく通るんですよ。私、やってみたんですけども、皆さんもやってみてください。6枚でも大丈夫ですね。 スー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 意見を通るんですよおかしいな、6枚やればこんなにスー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 通るわけないんだけどなーなんて6枚で止めましてね、じゃあどうすればいいかってことになりまして、まあ、私の順番ずっとね、ま、待ち時間が長いもんですから、そのどうするかな、しかし外で待ってるわけにいかないしということでですね、まあ、回転寿司の方でしたらね、あのまあ、んんねスピーカーの方で56番さん。 テーブル席ですか、カウンター席ですかって言ってやってるんですよね。でも病院ではそういうサービスありませんから、外で待つわけにもいかないからということで、まあ、中で待ってたんですけども、6枚でもね、マスクでスー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 通るわけですよ。で、えー、これはまずいなということでね、じゃあどうするかということで考えて、私なりのまた知恵を働かせたわけですよね。じゃあどうするか。で、私ね、自分の呼吸数を数えてみたんですよ。あの 呼吸っていうのは面白いもちろんです、ね、数え始めると乱れたり、勝手に、まあね、意識するといろんなふうにこう数えにくくなるんですよね。まあ、しかし、どれくらい1分間に呼吸しているかなって数えてみましたら、まあ、1分間に38から40回ということが分かりました。時計を見ながら、ね、ゆっくりと呼吸してみたんですよね。1分間に40回かと。そしたらウイルスの侵入を10%減らすためにはです、ね、体内へのウイルスの 収入を防ぐためには呼吸数を 10%, 回10減らせばいいと、つまり4回減らせばいいと、ですから1分間に36回にすれば、その体内に入ってくるウイルスがまあ10%減ると、で私、ゆっくりと呼吸するようにしたんですよね、そうしましたらすぐ36回になったんですよ。 なるほどじゃあ今度はもう10%減らして、まあ、もうあと4回減らせばね、まあ、10%というかもうちょっと多いわけですけども、まあ、もうあと4回減らせば、まあ、20%ということになるわけですけども、元の音、ね、の呼吸にかける0.8になりますから、20%減らすということは、32回にすれば、ですね、まあ、さらに体内に入る呼吸がるあの少なくなると。でで私6枚マスクを重ねてですねてす まあ一人二人はその顔をねキーな顔で見てる人もいましたけども私そこて平気でできるんですよね。ねでワイフも何かしらこうどこか心恥ずかしそうにしてるからなあ、お前も6枚しろよって言って小声で言ったんですよ。私はできないって言ったんですよね。今はこういう時期だから一とけって言ったんですけども嫌だって言うんですよね。構わないじゃない6枚あるんだから6枚しとけば何もポケットの中にしまっておかなくていいからって言ったら嫌だって言うんですよね。でもしウイルさんが侵入したらどうするんだって聞いたら。まあ 私がねそう言ったら構まわないという買うこと言うんですよね、で私こう言ったんですよ、お前な、そのウイルスが侵入したらもう濃厚接触してやらねえぞって言ったんですよね、はあ、そうしたらワイフが言うには、何言ってんのよ、あなた、もう10年間濃厚接触なんてないでしょなんて言うんですよねもう何を後悔ししてるか分かななくなりましたね私ね。 あの濃厚接触しないい濃厚接触というのはそういうことじゃないんだよって言ったらまたね喧嘩っぽくなりましたけどもそそれでまあそれでで私6、6枚マスク私だけにしてワイファイ2枚マスクしてたんですけども私は6枚ねなんとマスクを重ねましてマスク、呼吸をですね20%減らしたんですよ、いわゆるまあ1分間に32回だったわけですね、結構苦しいですね、まあ、そ,うしそうなってくると自分の口をですね,タコ,ねののでタコのように尖らせまして、ねそしてその口の中でタコのように尖らせまして それで口だけでね鼻を鼻ではもう息できませんからあの口を尖らせましてねそれで口だけでふふふってやってたんですね息苦しいですねあれね。 じゃあ今度20%では足りないから、じゃあ30%にすると言って、さらに4回減らしましてね、28回からまあ30回弱にしたんですよねで、呼吸数を減らしてマスクをかけますとね、さすがに2、3分、3、4分と呼吸してますと、苦しくなってくるんですね、体がほてってくるといいますか、背中がこうーッと熱くなるような感じになってきましてね、でも私は我慢しましてね、ここで負けたんじゃ、ウイルスが体内に侵入する、で私はそう考えまして、マスクの中で、ー、ー <noise>、ー。<noise> やってたんですよね苦しったねしね、でも 40, 40回にするのもつらいもんですから我慢してやってるんですけど、だん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 ん我慢できなくなりましてね、息はかかり割,割と楽に通るんですけども、もマスク6枚にね呼吸数30%ぐらい減らしたわけですからね、それでゆっくりやってたんですけど、もうそのうち苦しくなりまして、うわあ苦しいと思った瞬間ですね、人間ていうのは無意識のうちにやってしまうんですね、あれね。マスクの下をぷっと開けて、はーっと息吸っちゃったんですね。その瞬間 しまったと思ったんですね。これでこの病室に蔓延しているウイルスが私の体の中にどっと入った。ああ、潜伏期間はどれぐらいだ。あの恐ろしい病気は2週間だとか10日だとか言ってますけども、まあね、インフルエンザの場合は3日か4日か、そうするとまあ私はそのね、潜伏期間3日か4日かでひょっとしたらインフルエンザになるかもしれないなと思った途端にね、ちょっとぞーっとしましたけどもね。はい。で、まあ、ばかなこと言いまして、なお前、僕ね、今な、 そのインフルエンザだと思うんだけども、えー、ウイルスを、ねあのー、吸い込んでしまったんだけどどうするって言ったら、ワイフが言いましたね、あんたなんかに濃厚接触しないからって言うから、僕はこう言いましたね、何言ってんだ、もう15にしてねえだろうって言っ,たかってね、ね、まあ、逆に言い返してやりましたけども、も、まあ、要するにそういうことが起きまして、それでまあなんだかんだって、まあ、私,は私とワイファイは薬をもらって帰ってきたんですけども、その帰り道にね、ねしばらく映画行ってないわねって言うから、行ってない。 今はそういう時期じゃないだろうって,って、でも映画見たいわねって言うからじ、でも僕はこう言ったのね、行かないよって言って、今週新しい映画がね、吹き切りになってるみたいだけども、行かないよって言ったら彼、ワイフがね、どうしてって言うんですよね。まあ先週はね、キャットっていう映画見たんですよ。なかなかね、最初は面白くなかったんですけども、途中でなかなかね、盛り上がってきまして、レメバーなんて歌,う歌い始める頃にはですね、 あーと思ったんですけどもね、要するにその映画行かなかった、今週入ってからまで行ってないんですよね、です1週間に1回ぐらいはやっぱり映画,映画行来たんですけども、そうそう、あのキャットの映画に行ったりましたね、行きましたけど、金曜日に封切りになったんですけども、まあ、かなり混んでるかなと思って行きましたけどもね、ガラガラでした、で、まあ、席は横の方に取りましてね、あのまあ、万が一に備えてですね、横ってう隅の方に取りまして、観客の方がいらっしゃらないところに座ったんですけども、そんなことしなくても、ガラガラでしたね。 で今週はあのなんかね面白いそのはい2人の刑事だったかなんかのねコンビの,あの映画なんですよ、まあ名前を、タイトルはまだ覚えていませんけどもまあそれそれしか見るものがないもんですからねそのめ映画を前からあ面白そうだねとは言ってたんでけどもその映画についてねワイフがあの映画行くって言うから嫌だよって言ったんですよね。で、でワイフがどうしてって言うからだって名前が悪いだろって言ったんですけども、もそのワイフがどうしてって言うから。 そんな悪い名前名前とかね、映画のタイトル悪い名前じゃないわよっていうこと言ったんですけどもね、大体ね、主演のねや、俳優さんが悪いんですよ。はい。でまあ、その主演の俳優さんの名前が気になりましてね、私、嫌だってったんですよ。で、どうしていかないのって言うから、まあいいから、ちそのくだらないこと言わないけども、も行きたくないよって言ったんですよ、私ね。で、どうして行かない行きたくないのって言うから、だって主演が悪いだろって言った、ね、ワイフがどうして悪いのって言うから、だってね、主演の名前がね、ウェル・スミスだろって言ったんですよ、私。 <laughs> 私好きなんですけどの、俳優さんね、名前が悪いでしょう、今ねこの映画の、この時期にね、名前がウィル・スミス、つなげてウィルス。えー、ということで、まあ、映画行くのをやめました。ということで、まあ、今日のバカな話をしましたけども、こういう時期ですからね、皆さん楽しく過ごしましょう。ということで、今日のビデオであり、これで終わりますけども、まあ、いろいろあります。しかし、皆さん、あの予防だけはね、しっかりして、まあ、日本、 の日本の皆さん、ね、そういう意味では大変その、なんていすか、清潔な人たちですからね、しか私は心配してませんけれども、みんな一人一人がです、ね、徹底的に心がければです、ね、まあ、それほど心配しなくてもいいんじゃないかというふうに私は考えています、ともかくも、まあ、よく言わ,れて言,わ言われてますよう、ね、に、まあ、徹底して消毒ですね、アルコール消毒ですよね、それから手を洗って、まあ、それからうがい、これはもう徹底的にやっています。 で家に帰りましてね、ねあのすぐから、まあ、手,手からね服に汚れたというようなところをですねアルコール消毒をかけまして、そしてうがいをして、そしてまあ,あの、まあ、無事済んだかどうか、これからね4、5日待ってみないと分かりませんけれどもね、4、えー、5日経ちましたら、高熱が出てきてね、インフルエンザ、あ今年はだけどねあの、予防注射を打ったんですけど、もねどうも形型が外れたみたいですけどもね、あ、まあ、家へ帰ってから、まあ、手厚くというのもおかしいですね。はい まあ手厚く,かな手厚く、まあ、その予防をしました。まあ、多分大丈夫だろうというふうに考えています。皆さんもどうかお気をつけください。では今日はこれで失礼します。バ,バイ。 Genjo Sanzo did not go to Naranda University, India, and here is its proof and evidence. This is a very important story for the Japanese people.

両方連携協方弁本第二二次世孫十三枚案状二季語斜里骨勝負知恵人人無料語知恵門南下南十一歳勝負 みょうほりんげきょうほべんぽんだいににじせいさんじゅうさんい みょうほれんげきょうほべんぽんだいななにいだいろいろいにじせそんじゅうさんまいあんじょにき。

妙法蓮華経法弁本大二二次世尊十三枚案状二季五斜里骨勝負知恵人人無良後知恵門万華南十一切小門百死仏勝負の知晶医者が仏 教方便本第2を比べてお聞きいただきましたチベット密教における度胸とそして現在日本における度胸は同じですえつまり日本の密教はチベットから来たのであってインドのナーランダ大学から来たのではありませんインドのナーランダ大学はつまりは南天仏教の 本拠地であって密教の拠点ではありませんでした。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now! It is commonly claimed that g e n 蔵 o Sanzo A high ranked Buddhism priest went to Nalanda University in ancient India to master true Buddhism. I, Hiroshiyashi, however, wonder if Genjo Sanzo really went to India, and here is my opinion about his mystery. Wikipedia 100 ni 現状三蔵は仏典の研究は原点によるべきであると考え、国禁を犯して密かに出国、役人の監視を逃れながらインドへと向かった。現状は最域の商人らに混じって天山乱路の途中から峠を越え、天山北路へと渡るルートをたどって中央アジアの旅を続け、ヒンドシ州山脈を越えてインドに至った。インドの ナーランダ大学では、会見に指示して、有識を学び、また各地の物石を巡配した。バルダナ朝の王、ハルシャ・バルダナの保護を受け、ハルシャ王へも信仰していると。が、本当にそうでしょうか現状三蔵は本当に、ナーランダ大学まで行ったのでしょうかその疑問の第一は、ナーランダ大学は、ブッダの仏教の大学。一方、 現状三蔵が長安へ持ち帰ったのは密教、つまり弥勒菩薩教。未礼、もっとわかりやすく言えばミトラ教。その証拠に長安へ渡った空海が日本に伝えたのは弥勒菩薩教。仏陀の仏教ではありません。ナーランダ大学に残る仏像と空海が高野山の根本台頭に収めた大日如来像を見比べてみれば一目瞭然。 ナーランダ大学に残る仏像はまさにブッダのブッダ像。根本大統の大日如来像とは似ても似つかないものです。つまり、空海が根本大統に収めた大日如来像はチベット密教の総本山、現在のタシルンポにある弥勒菩薩像と同じです。つまり、現状三像はインドのナーランダ大学へ行っていない。行ったとしてもチベット。 そのチベットで、いわゆるチベット密教をそっくりそのまま持ち帰った。それがその後の密教となった。それが私、林博の解釈です。で、断言はできませんが、現状三蔵を何としてもですね、インドまで行ったとしたい、後の学者たちがそうしたストーリー、つまり、ナーランダ大学まで行ったというストーリーを作り上げたのではないでしょうか。大きな謎が残ります。そうした謎を、 この動画の中で皆さんに証拠を添えて説明します。広しはやし、浜間セティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。現状3像です。現状3像は先ほど説明しましたルートを通ってインドまで行ったとされています。シーアンですね。そして、この ヒンドゥーク州山脈を越えて、そしてインドへ入ったと。そしてインドでは、えー、ナーランダ大学で仏教を学んだということになっているわけです。が、本当にそうでしょうかということなんですよね。で、丁寧に見てみます。で、ヒンドゥーク州山脈を越えて、ナーランダ大学へ行ったと。ところがですね、まあ、ナーランダ大学というのは、 えー、いわゆるブッダの仏教の大学なんですよね。で、いわゆるまああ、現状三蔵が超演されたのは密教、なわち魅力菩薩教、魅力菩薩、なわちミレすなわちミトラ教なんですね。ここで大きな矛盾が生じてくるわけです。これがナランダ大学です。 で、このナーランダ大学、現在でも遺跡として残っているわけですけども、このナーランダ大学を見ていただくとわかりますように、これは密教の、いわゆる、大学とは一室のものなんですね。その一つの証拠が、このブッダ像にあるわけです。これらはまさに、ブッダのブッダ像ですね。中部がご覧ください。ところが、空海が、 や現状三蔵のね、えー、寺へ行って学んで、日本へ持ち帰ったのは密教ということになります。で、これがナーランダ大学、左の上がね、の仏像です。そしてそれは南殿仏教となって、東南アジアへと伝わっていった。ですから、同じ、えー、コンセプトで作られています。その、えー、ナーランダ大学へ進案から、現状三蔵が先ほど言いました、ルートを通って、インドへ入り、そして、えー、仏教を学んだということになりますよね。 密教ではなくて、ブッダの仏教を学んで、そしてシーアンへ持ち帰ると。いいですかそうして、そのシーアンの、いわゆるその、現状三蔵の寺へですね、後に空海が行くわけです。そして空海が、その寺から密教を日本へ持ち帰ります。それ以前にね、一人、地図というま僧がですね、 えー、死案へ渡って、そして現状三蔵の二番弟子となるわけですけどもね、その、えー、地図が回帰した寺が八田寺いうことになります。その八田寺で、その学んで、空海が学んで、そして地安円へ渡ったわけです。そして帰ってきて、えー、小屋さんに根本対等、いわゆる今後無事を、えー、建立するわけです。その根本対等の中央に祀ってあるのが、大日如来像、すなわちアフラマズダーということになるわけですね。そうすると、この両者を比べていただくとわかりますように、 全く違うものなんですね。左はブッダのブッ像。右の方はミトラ教における大日如来像。すなわちアフラマズダ像ということになるわけです。で、ここにですね、えー、4月江というところがあります。この四月江にタシュルンポジという、まあ、大魅力あ菩薩殿というのがあるわけですけどもね。その大魅力菩薩殿は後にできましたけども、えー、チベット密教の、まあ、この辺りが、まあ、本拠地ということになるわけです。 で、その4月のそのタシルンポジに太陽の神、すなわち大日如来がこうして祀られているわけです。で、高野山にある、根本大東にある大日如来像と、チベット密教の本拠地にある4月にある大日如来像を比べています。まあ、左もこれはあの大日如来像ですね。そして右も大日如来像です。で、右の方はこれチベットですよ。 インドではありませんよ、そこを注意してくださいね。そして、比べてみますと、この両者は細部に至るまで同じなんですね。髪の毛の色、それから形、同じですね、青い髪。これが今日のポイントですから、皆さんもしっかりと確認しておいてください。すなわち、空海が日本へ持ち帰った密教と、チベットの密教と、この2つの像を通して同じであるということになります。で後輩の、 三つの円で書いてある形も同じですね。それから作り方のコンセプトも大変よく似ているというか同じなんですね。これをどう解釈するかということなんです。左は一条院の、まあ、大日に乗られる像ということになりますよね。形からして。で、冠、青い紙、同じであると。右はチベット、密教の大日に乗られる像です。ブッダの仏像ではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして、今言いましたに、ね ここが今日のポイントということになります。後輩に仏像まで描かれている。全く同じなんですよ、これ。なおうち、この間にあるのが、長安の玄奘三蔵のいわゆる寺ということになるわけですね。放送集というんですか。同じということになるわけです。そうしますと、玄奘三蔵はどこへ行って何を長安に持って帰ったかとなりますと、インドではないということになりますね。 ナーランダ大学は、ブッダの、まあ、仏教の大学ですから。それで、今、私たちが荒野山で見る、大日如来像というのは、これは、まあ、空海がですね、長安行って、えー、まあ、持ち帰った教えということになるわけですね。そしての長安に、えー、そう、こうしたまあコンセプトを伝えたのが、現状三蔵であり、彼は、こうしたことからですね、チベットまでは行ってるけども、そこで帰ってきたということになるわけです。 さらにこうしてマンダラを比べてみますと、左がですね、小屋さんのマンダラです。で、右の方が、まあ、タシルンポの、いわゆるまあ、えぇ、ー、四月のタシルンポ寺にあるマンダラです。同じですね。となると、どういうふうに解釈したらいいのかということですよね。なあち、現状三蔵は、チベット行って、それを持ち帰った。それを、空海が、 長安までで行っって日本へ持ち帰ったってことこになるわけですで。今まではこのシーアンからヒンドゥーク州山脈を越えて、そして現状三蔵はナーランダ大学まで行ったということになってますけども、そうではなくて、えー、空海が、まあ、この赤い線でシーアンからヤタテラに、まあ、や,っぱやたらで、まあ、今後戦時やたらで空海は若い頃学んで、そして長安へ渡るわけですね。そして、まあ、この赤い線が私は現状三蔵が行った線だと思います。いわゆるまあ長安から、 まあ、チベットは行った。しかし、そこで帰ってきたわけですね。ですから、ナーランダ大学は行っていないということになります。まあ、この今、白いところで示したのは、これが、四月へです。チベット密教の本拠地ということになりますね。で、もう一度詳しく説明しますと、えー、この現状三蔵は四月山まで行って、そして密教を学び、そして持ち帰って、長安へ帰ったと。そして、その長安へ、えー ま、現在、死案ですけどもね、あの、やたらで、今後戦時やたたらで学んだ空海が、長安へ渡り、そして、その現状三蔵が、四月から持ち帰ったものを、日本へ持ち帰った。こういう風に考える方が自然ですね。だから、四月世の大、まあ、魅力点にある、この大日如来像と、根本対等にある大日如来像、すなわち両方とも、 アフラマズダーということになりますね。ミトラはアフラマズダーを信仰してましたからね。本尊にしてましたから。ですから同じになると。こうした流れを裏付けるもう一つの証拠が、このバジラということになります。これはカトマンズに飾ってあるバジラですけども、まあ、日本では五個書と呼ばれていますで。元々は何かと言いますと、ゼウスが手に握っているサンダーボルトということになります。 サンダーボルト、すなわち、ライデンですね。もっとわかりやすく言えば、武器なんですね。これが、まあ、バージュラルとなって、そして、ゴごショとなって、まあ、空海の手に握られているということになります。このゼウス像は1680年にスミルナというところで発掘されたゼウス像なんですよ。近年になって発掘されたんですね。このゼウス像が右手に持っているのが、サンダーボルト、すなわち、バージュラルです。 で、サンダーボルトイコールバジラ説は、これは私の説ではなくて、えー、西洋では常識的な説です。で、それが日本の、まあ空海の手に逃げられて、五個書となったわけですね。これは特効書、特効書ですかになるんです。流れが違うということですね。要するに。で、空海はその、まあこうした、仏具にしてもですね、えー、長安へ渡って、三、現像三蔵の 現状三蔵の寺で学んだということなんです。そして工房大使空海が唐から持ち帰り生涯大切にしていたと。これが、それがご講書であるということですね。今、あの、その説明をしているわけですけども、 これがミレイ m p l e m e n t 密教法具ですね。要するに。まあ、こうしたものがなぜ空間のところにあるかということをもう一度考えていただきたいと思うんですけど、流れとしては、今言いましたように、えー、バビロニアからチベットにミトラ教があたり、まあ、そして、その、 それが密教となって長安渡り、そして日本へ来たということです。で、でミトラ教。ゾラスター教のもとからね、ミトラ教が生まれ、その、そうした神々のなあ様子を立体歴史書として表したのがギリシャ彫刻ということになるわけです。そしてそのミトラ教が、まああの、キリスト教がね、国教となると同時に騙されて、まあ西洋で,ではミトラ教は消えますけども、その一部が チベットに残って、チベット密教として残ったわけです。そしてそこへ、現、え、状、ー、三蔵が行って、長和へ持ち帰った。で、それをまたさらに空海が日本へ持ち帰ったということになります。で、結論をもう一度皆さんにお話します。これがナーランダ大学です。で、今までは現状三蔵はナーランダ大学まで行って、その密教をですね、長和に持ち帰ったと言いますけども、 ナランダ大学は本当に密教の大学だったのかということなんですけども、どこを見てもこ密教らしいと言いますかね、雰囲気はありませんね。そうしますと、まあ、もうお分かりですね。玄城三蔵はここへ来て、いわゆるブッダの仏教を持ち帰ったのではなくて、いわゆるチベット密教を長安に持ち帰ったということになるわけです。な 並ーランダ大学へは行っていないということになりますね。その証拠が空海が日本に伝えた、いわゆる密教と、それからチベット密教が同じであるということなんですね。なあち、現状三蔵が長安へ持ち帰ったのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教の密教であったということになります。その証拠がこの空海 がですね、混流した根本台頭の中の大日如来像にあるというわけです。左がもう一度皆さん確認してください。これが空海が日本へ持ち帰った大日如来像です。で、右がですね、タシルンポにあります大日如来像です。全く同じなんですね。どちらかがどちら,どちらかを盗作したと言われても,言ってもですね、誰も驚かないほど同じなんですね。髪の毛の色。 不愛それから頭から垂れ下がっている布の感じまで同じなんですよ。これをどう解釈するかということなんです。なあち、空海は長安から持ち帰ったなら、その長安へ現状三蔵が伝えたのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教そのものであった、イコール現状三蔵はインドへは行っていないということになるのではないでしょうか。つまり、ミトラ教、すなわち、 魅力、菩薩教と、ブッダの仏教は、しっかりと区別して考えるべきではないかということです。続くビデオどうかご覧ください。Bye for now! o Today's r d story is about is Tashirumpo Monastery in Tibet and its strange line which connect Koyasan Kongobuji with Tashirumpo Monastery. According to Wikipedia, it's right about Tashirumpo as follows. Tashirumpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama, is a historic and culturally important monastery in Shigatse, The second largest city in Tibet まず皆さんに一本の直線を見ていただいています。左からブッダが生まれ育ったと言われているルンビニそしてその右がですね、タシルンポ総院です。四月へというところにあります。そして中央が長安ですね。現在のシーアンです。その長安にいた現城三蔵がですね、密教を求めて四月へ行きます。 まあその当時まだ足しるんぽ創院はありませんでした。足しるんぽ創院は15世紀に建立されますからね。まあ、そこを私、あの、混同してました。四月へというのはあの地名です。足しるんぽというのは足しるんぽ創院のことですね。で、で現状三蔵が、唐の長安に四、えー、月へから密教を持ち帰ります。で、そこへですね、直命を受けまして、日本から地通がー唐の長安に渡ります。で、地通はここで学んで、 そして、えぇ、ー、現三蔵の二番弟子となって日本へ戻ってきます。そして、八田寺を、今後戦時、八田寺を今後します。今後戦時、八田寺です。その今後戦時へですね、八田寺へ、えー、若い頃の空海が行って修行し学びます。そして、唐の長安へと渡ります。 そして、唐の長安でですね、まあ、玄城三蔵が建立した寺で学んで、そこで密教を学び、そして日本へ持ち帰ります。まあ、こういう流れなんですね。そして、日本へ帰ってきた空海は、今後無事を建立、小屋さんに今後無事を建立します。小屋さん、今後無事です。まあ、こういう流れです。で、こうして、四者がつながるわけですけども、あその、まあ、ルンビに、 いわゆる四月へ多種るんそして、長安、八田寺がですね、このように、新一直線に、並んでいるということですね。西安、まあ、長安は大きな町ですから、ややずれるということも考えられます。で、この直線をですね、八田寺の方から見ますと、まあ、このようにですね、直線になっていると。その八田寺にまあこれから降りてみますと、さらに興味深いことがわかります。八田寺の、ま、参道ですよね。 がありますけれども、やたたらの参道は、まっすぐと、長安、それから四月へ、タシルポ、今現在のタシルンポジがあるところですね。そして、ルンビニを向いています。この黄色い線がですね、左から引いてきた線が、長安から引いてきた線です。 ちょうど中央あたりがやや情報にあの参道がずれてますね。で、現地へ行って住職に聞きましたらですね、この塀はですね、あの、その後何度も建て替えられたそうですね。ですから、その都度、あの、道、道の方向が違ってると。ですから、向かってちょうど中心から、この中心から右側の方はですね、あの、本の、あの、私とこれ立ってみたときに気がついたんですよね。あの、参道が途中でやや折れ曲がっている。 で、な、なぜ折れ曲がってるんですかって聞きましたら、平を、平をね、平を立てるとき何度もその、そのあたりをいじったからだというふうに、住職は教えてくださいました。要するに、この八田寺がですね、まっすぐと、えー、ルンビニ、それから、まあ、昔の長安ですね。そして、多、えー、タルンポの方を向いているということですね。まっすぐに行けばルンビニ。そして、多、えー、タルンポですね。多シルンポ総員ですね。現在の4月です。まあ、現在の時は4月の多シルンポ総員です。 ここは間違えてましたから皆さんご考えなさらいでください。時代が合わないんじゃないかと。いわゆるその多士論法創院が建てられたのがですね、1447年ですからね。で、空海が生まれ育ったのは774年から835年ですからね。ですから時代的にも合わないということになるわけですよね。 ですから、ま、ちょっと時代的にずれているということにもなるわけですけどね。まあ、要するに、このタシルンポ、皆さんはこれから、総員へ案内します。4月前にあるタシルンポです。ですから、あの、まあ、あの、現状三蔵がですね、まあ、密教、いわゆるその、魅力菩薩教のですね、本がいわゆるメッカである4月へ行って、そして、あの、密教を持ち帰ったということですね。で、その後、4月前にタシルンポ総員が建てられたということになります。 もう一度繰り返しますけども、私はあの地名をですね、タシルンポと間違えていましたので、まあ、ここで訂正させてください。まあ、要するにこれは四月へのタシルンポ総院というふうに言うのは正しいんでしょうね。です。まあ、これが四月へのタシルンポ院ということになります。いわゆる大魅力菩薩ですよね。魅力電がある、まあ、あの、いわゆる四月へのタシルンポ総院です。まあ、大変なあの、豪華な、あの、寺だ、そうですね。総院だそうです。 で、この、これがタシルンポソーイン、四月園にある、まあ、しつこいですね。四月園にあるタシルンポ創とってことになります。 で、まあ、現状三蔵はですね、まあ、いろんな説がありまして、インドまで行ったということになってますけども、現状三蔵はですね、7世紀602年か664年の方ですからね、もうその頃インド行っても、あの、まあ、密教はなかったものと思われますね。まあ、それはわかりませんけどもね、まあ、インドへは私は行ってないと思います。まあ、このライン理論にか、から考えてですね、まあ、と同時にまあ、空海の、まあ、あの、不審さんに鑑みてですね、私は現状三蔵はこの4月へ行っていたと思います。 言って、そして密教を持ち帰ったと考えています。まだ、いろんな意味でね、不合性があるもんですから、それに考えています。これが、まあ、日本風に言えば、大日如来。それから、あの、いわゆるゾラスタ教風に言えば、アフラマズだということになります。で、検証してみますとですね、これまた不、不奇妙な、あの、位置点があるんですよ。左が、小野山、今後、無事ですね。で、大日如来像です。そして、右がですね、タシルンポ、総人、総員になります。まあ 今後、いわゆる、大日如来ってことになりますよね。そして、この帽子がですね、大変よく似ているヘルメットですよね。これは、ついつい、ビデオの中でヘルメットということを証明します。そして、この髪の毛がね、青いっていことに注意してください。まあ、あの、古代の神々は、あるいはエイリアンはですね、髪の毛が青かったというふうに解釈もできるわけですよね。まあ、ここで、ま、色が具体的に出てくるわけですけどもね。あの、ヘルメットの方も青いですね。 ま、綺麗なで、あるような方か,かと思います。で、小屋さん、左側に、小屋さん一乗院にあります、やはり大日如来像だと思います。 2二年ほど前ここに一泊させていただきました。それでやっぱりこの髪の毛を青く塗っているところも、あの、大変興味深いと思います。そしてその後輩のね、作り方のコンセプトも同じですね。三つの円が組み合わさってできています。右のあの、いわゆるまあ、四月の多種論法総員の方も三つの輪が、組み合わさってできていますね。そして後輩のですね、あの、まあ、あの、 作り方のコンセプトも同じであると。となると、どういうに考えたらいいんでしょうかね。あ時代的には、左の方が、小屋さんの方が先ですから、タシルンポのね、あ総員の方が真似をしてコピーして作ったということになりますけれども、それはありえませんよね。まあ、あのー、 ということですね。まあ、ありえないということですね。要するにそれ以上言うようがありませんけどね。要するにこの冠のコンセプトも同じであると。ということは、まあ、原点が一つあって、双方に、二つにまあ分かれてね、同じ作り方が伝わってきたというふうにとられますし、逆、まあ、 現状三蔵がタシルンポ、メアルの4月へ行ってね、密教を持ち帰って、それで長安へ行って、長安へまた空海が行って、同じものを日本へバトンタッチして持ってきたというふうに考えるのが、まあ、流れとしては自然ですね。となりますと、やっぱり、現状三蔵というのはですね、インドまで行ってるわけじゃなくて、こうした、まあ、事実を積み重ねていきますと、4月への、まあ、タシルンポ僧院へ行った、タシルンごめんなさい。その時はまた、あ、タシルンポ僧院、まあ、はありませんけどもね、4月へ行って、まあ、密教のメッカである4月へ行って、密教を学んできたというふうに考えるのが自然ではないでしょうか。 で、髪の毛も作り方もポコンポコンポコンとね、あの、葉っぱのようになっているところも同じだということですよね。まあ、右、ですから左がは第二次。まあ、これはあの根本タイトルの中の、あいわゆるまあ大日お来像ですね。で、壁に描かれている、その、同じ根本タイトルの中の壁に描かれている像とも一致するわけです。まあ、こうして並べていきますと、あまあ、 現状三蔵がどこまで行って、どのようにして、まあ、微妙を持ち帰ったかということが浮かび上がってくると私は考えています。まあ、これが、あの、右の方はですね、あの、多神仏尊院の壁画ですけども、まあ、それと同じようなものが、ものが出てきますか、これはまあ、あいわゆる胎蔵界マンドラ、マンダ、マンダラですね。ですけども、あの、真言とっていうことはマントラって意味なんですよ。皆さんご存知ですか真言マントラ、ね。あの、 マントラのことを信号って言うん信号集って言うんですけども、要するに、まあ、あの、空海が、まあ、混流した、その荒野山、今後武士と、それから、あ、タシルンポ、インと、その壁画と一致してるってことですよね。まあ、こうした事実を積み重ねていきますと、やはりあの、私は、あ、まあ、こうして四つの点を決めてですね、そして決めてとか、一直線に並んでると。で、まあ、現状三像は、等の長安から、まあ、 いろんな説がありますけども、インドもあったっていうことはありますけども、あの、その、その間にはヒマネラ山脈がありますからね。ですからまあ、私はあ、4月へ行って密教を持ち帰ったと。ですから、インドへ行ってないと思います。そ,そして、地数がですね、直向を受けて、日本から派遣されて、2番弟子となり、そして、現状三蔵の2番弟子でしょ。そして、ヤタゼラを混流する。それから、200年経ってからですね、空海が学んで、そして、今度は、長安へ行って、密教を持ち帰って、今後、無事、 をたこういう流れなんですね。まあそうしますとな、流れも素直になります、素直と言いますか、あの素直に流れが流れていくということでしょうかね。<laughs> まあ要するにこういうふうに考えています。で、ただあの空海という、まあ、層はですね、まあ普通の空、あの層ではありませんでしたね。まあまさに神、神に近いと言いますか、神であると言って良いほどの、まあ、層であったということですよね。 ですから、こうした、その、ま、そ、それがなければね、こうした直線もただ単なる偶然で片付けてしまうかもしれませんけどもね、間に空海がいますからね、偶然とは片付けられないと、これがいたられですけどもね、この三道も、長安の方をしっかりと向いていると、その先に足シルンぽがあり、さらにその先にルンビリがあるということですよね、皆さん。これをただ単なる偶然と片付けるのは無理だということは、続くビデオをご覧いただくとわかりますけども、空海はなんと2レベ定数をしていました。という話をこれからしますけども、 そういうことを重ね合わせて考えてみますと、空海の謎と言いますかね、空海のその奥深いと言いますか、ミステリーに迫っていただけるんじゃないかと思います。ということで今日はですね、まあ、現状三蔵まあ、まとまりのない話ですけ現状三蔵それから太し論法、総員そして空海の謎について改めて考え直してみました。続くビデオはちょっと長いですけども、空海の謎をしていただくためには大変良いビデオかと思いますので、どうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kukai, a holy saint in Japan. The more you know about him, the more you make it sure that he is so Shireba shiru hodo nazo no seijin Doga Nihon, Sae, Hinshu, Bye for now. Hello, this is Ranske Japan, edited by Hiroshi Hayashi. Kukai and his secret number are mystery of number five hundred sixty seven million. It's my great privilege that I can show you here in this video clip that Ranske-san, a of mine, has made a great discovery to solve the mystery of number 567 million probably left by Kukai when he passed away in 835. ダンスケさんが大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにですね、56億7000万年後という数字を残したと言われています。56億7000万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、 まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天井の締め線、その中心にある塗装点でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天井の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。 で、12ヶ月の30日をかけますと、数字が出てきます。その数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで、仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうかもう一度計算してみますね。神の、いわゆるミトラの弥クのですね、えー、菩薩の 寿命は4000年。そして、えー、土ぇ、塗装点のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈しているわけですけども、これに対してですね、ランスケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。 確かにこのまま計算しますと576になって567とは食い違ってきますね。しかし、純粋退院歴ではですね、30日ではないんですね。純粋退院歴では1ヶ月の長さは29.53125日なんですね。で、この 4000×400×12 ヶ月 ×29.53125 をかけますと、波数なく0もそのままでぴったりと 5670になります。まあ、この数字を見たとき、私はゾクッとしましたね。すなわち、置き換えるなどという、ま、はっきり言えば、神がりのミスではなくて、そのままの数字だったんですね。4000×400×12 ヶ月、それに2 9 5 3 1 2一二2 2 5 × 2 2 5 ×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  2 空海の残した56億7千万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6 7七百万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。ニネベ定数というのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になってつながっています。60の7 0る7 0この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の 動きまでですね、すべてこの数字で説明できるからなんですね。で、この2レベ定数を下の、まあ、グリーンで囲ったの私はあのー、空海定数と呼んでますけども、いわゆる2レベ定数を空海定数で割ってみますと、これまで絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。で、それをこれから皆さんにお見せしますが、その数字というのがですね、345600ですね。 そ、それは 60×60×6×4。一60つ4が落ちてます。ごめんなさい。四、えー、4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。なあち、地球は6 24時間で60分で60秒。それをかけますと86,400秒という数字が出てきます。なあち、地球は日、地球は1日ですね。 86,400秒だということなんですね。すなわち、それで計算しますと、乱ケさんがおっしゃるには、4地球日だということになるわけです。で、この345600という数字も、また絶妙なんですね。で、乱ケさんがおっしゃるには、これは月の直径と一致するということです。まあ、これが何を意味するかわかりませんけども、まあ、単純に考えれば、まあ、趣味線にしてもですね、塗装点にしても、それは地球上での、まあ、 世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ月もしくはその他の惑星もって言えば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、ランスケさんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ直径を並べてみる,るとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は 1392000km ですね。で、この数字を比にして鳴らしますと、地球対太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較しています。な、まあち、400、400という数字がここに出てくるわけですね。いわゆる えー、弥勒菩薩の寿命が4000年であると。で、弥勒点の1日は地球上の400年に相当すると。400、400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないか。ということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神々の世界は、この地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども、 もう一度、ランチケさんが教えゃった、教えてくださった数字に、えー、着目してください、えー。空海は56億7千万年後に、ということをの、言葉を残しています。5、6、7でですね、で繰り返しになりますけども、えー、天井の趣味線、塗装点における、あ塗装点というのは趣味線の中心部を言うわけですけどもね、おける神々の寿命は4千年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。 で、それを計算しますと、576となると。しかし、それは、あまあ、置き換えて、5670にしたと。まあ、そういうふうに解釈しておられますけれども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。 もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125で置き換えています。現在分かっている純粋単位歴の1ヶ月の日数は、えー、29.53125です。まあ、30日で計算しますと、56、576といううに数字が食い違ってきます。 で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は29.53125なんですね。29.53125なんです。それでかけてみますと、何もお開けなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、 先ほど言いましたように、電卓を使って計算してみてください。0000、0, 0まで同じです。29.53125をかけますと、何も置き換えなくてもそのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それがこのビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私がランスケさんから学んだことであります。すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。 なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし、私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、5670という数字をそのまま聞き、それから、天井の、まあ、塗装点における、まあ、神々の寿命が4000年であり、塗装点における1日が地球上の400年であるということを、もっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、4000×400×12 で割れば、 いいですかもっと早い時期に、もっと大昔に、私たちは29.53125という数字を知っていたはずだということなんです。しかし、それをねじ曲げてしまって、こじつけて、えー、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。なあち、仏は神を信じると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは、 神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすればもっと早くこの29.53125という数字を知って、そして純粋大輪機に私たちはその数字を活かすことができたということなんです。ということをこの数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a s i t y j a p a n 空海 who was assisted by aliens.I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. 空海空海の予言空海は入滅するときにですね、56億7000万年後に未禄未霊がですね、降り出し、そして人々を救済すると 言い残しました。56億7千万という数字ですね。これが何を意味するのか私にもわかりませんけども、この56億7千万という数にはさらに重大な謎が出ますか、秘密が隠されていました。ただ56億7千万という数についてはですね、それに異論を取られる人もいます。 一説によれば5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも空海は56億7000万という数を言い残してこの世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは一応5億6700万ということにしておきます。後でこの数を訂正します。5億6700万。 56706ですね。10の6乗です。で、この数は何を意味するのか検証してみます。1分は60秒です。そして、1時間は60分です。さらに、1日は24時間、すなわち 6×4 ですね。で、これで計算しますと、 一日は 6066×4 の86,400という数字が出てきます。一日は86,400秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと345600と続きます。345600と続きます。それに空海の残した5億6,700万をかけます。 その数はぴったりとニネベ定数にと一致します。ぴったりとニネベ定数と一致します。ニネベ定数が発見されたのは近年になってからです。ニネベ定数は60の 70×70 70 70。太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左がニネベ こ2レベルで発見された年度版です。この年度版にこの2レベル定数が彫り込まれていました。この195兆9,552億ですね。これは地球の自転、まあの動き、それから水金、地下木土天、海、冥解明ですね。の惑星の動きまで説明できます。すなわち惑星の 最小公倍数ということになるわけですねでシャトランはこれを二レベ定数と名付けましたつまり単純に考えても空海は この2ネベ定数を念頭に置いていたものと考えられます。逆に考えてみます。5億6700万に秒数8万6400をかけて4倍しますと、その数は2ネベ定数となります。そこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と置き換えてみます。 その場合は0.4倍すると2レベ定数になります。なぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が私たちがエイリアンと呼ぶ、まあ異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文はその2レベ定数を 説明したものですその2レベ定数の謎については続くビデオの中でまたご覧ください空海は2レベ定数をしていたでな,いでなければ56億7,000万という数字は頭に浮かばなかったはずです ブッダが解いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の主流種もない数字ということになります。まあ、ここで4、4という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。7あ四国88。 これはまあの88というのは非数学で出来上がってるんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーマーのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshiyashi h a Hidemitsuji in Japan. ミステリー・オブ・ of ヤ野山大日如来 is ミトラヤ野山の謎大日如来はミトラだったその証拠と証明昨日大阪市在住の辻秀美さんという方からこんな本を送っていただきました大変分厚い本ですありがとうございましたでその本を開いて最初に目に飛び込んできたのがこの像なんですね今後無事にあります大日如来像です で、この像はミトラです。まず神々の経図について。これはペルセポリスに残りますアフラ・マズダーのレリーフです。私が知る限り最も古いレリーフです。このアフラ・マズダーを神としてザラスストラがゾラスター教を開きます。そしてその流れをやがてミトラが引き継いでミトラ教を起こし、全一世紀にはペルシャ一帯を支配します。その流れはチベットへ入り、そのチベットへ現状参蔵が 長安へ持ち帰ります。行き。そしてその長安から空海が日本へ持ち帰ります。空海は若い頃、金剛戦時、八田寺で修行したと言われています。左がゼウスです。ゼウスが持っているのがサンダーボルト。そしてこれがチベットに残るバジュラです。そのバジュラが日本へ入り、五個書と呼ばれます。空海が手にしているのがその五個書です。 まあこうした流れからもわかるように、あるいはそのアイテムからもわか,かるようにですね、空海は、えー、ミトラ教の流れを組んでいるということですね。ギリシャ神話というのはミトラ教の世界を彫刻という形で具体化したものです。えー、チベットから日本。もう一度見てみます。これがネパールに残るバジラの、まあ、模型ですね。これがタシルンポです。ここの大弥六殿が密教の大本山です。 ここへ現状三蔵が行ったものと私は考えています。その現状三蔵が長安へ密教を持ち帰り、そしてその長安から空海が日本へ持ち帰り、今後無事を建立します。今後戦時、八タ寺で学んだ空海が今後無事を建立します。で、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。 とそしてこれがタシ,ルフンタシルンポジですね。で、長安。そしてヤタデラ。これら4箇所を線でつなぎますと、ほぼ進直線になっているのがわかります。ルンビニですね。手前がルンビニで、先がヤタデラです。今度は逆にヤタデラからルンビニの方向を見てみます。直線になっているのがわかります。また、ヤタデラの山道はまっすぐ長安。それからタシルンポ、それからルンビニを向いています。 この八手寺の三道に中深角を中深くご覧ください。三道をまっすぐと横切っています。今度は三道に視点を置いて、えー、見てみます。この三道はまっすぐ長安、足しルンポ、そしてルンビニを向いています。ここのご住職にそのことを伝えましたら、本当ですかと言って驚いていらっしゃいました。まあ人間技ではありませんね。この三道はまっすぐ長安を向いています。 では、バビロニアの神々についてのおさらいをしてみたいと思います。これはシュメールの神々の形図です。2行目にエンリル・エンキがいます。そして、その孫娘がイナンナですね。バビロニアではイシュタールという名前で呼ばれています。左がシュメール、右がバビロニアの神の僧、まあ、図ですね。言うなれば。で、頂点にイシュタールが立ちます。これはアタゴさんが届けてくださいましたけども、教会石です。 で、この両者を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。左の方ではエンリル、エンキが頂点にいますけども、バビロニアの方ではイシュタルが頂点に立ちます。これはエンリルですね。ここにエンキがいます。バビロニアではエアーと呼ばれています。そしてイナーナはイシュタルとなり、頂点に立ちます。スイングは、あの、まあ、月の神ですね。 月の神の方が太陽の神よりも地位が上なんですよ。で、シャーマー氏がここにいます。これが太陽の神です。ミゼロがね。シャーマー氏は、ギリシャ神話の中ではヘリオスという名前で呼ばれています。ただし、ヘリオスはチタン族に属するんですね。で、オリンピアンと戦争に入り、オリンピアンの方が勝ちます。なち、チタン族が敗れますと、同時にヘリオスは太陽の神の座を、まあ、奪われると言いますか、譲るわけですね。そして、その座をゼウスの息子のアポロが引き継ぎます。 今度はアポロが太陽の神になります。ここにいるのがレアですね。で、レアの子供がゼウスってことなんですけども、同時にレアとヘラは同じ顔をしています。ゼウスの妻のヘラとは同じ顔をしています。ということはギリシャ神話の中では同一情勢だということを示しているわけです。まあ、このようにギリシャ神話というのは立体彫刻によって古代の神々の形像をまあ歴史書として示しているわけですね。で、チタン族とオリンピアンは 戦いに入り、チタン族は破れます。そしてゼウスが頂点に立ちます。そしてヘリオスは太陽の神の座をアポロに奪われますね。で私はゼウスイコールザラスストラというふうに考えています。いわゆるまあザラスストラがまあ、ゼウスだということになるわけです。そしてその息子の、えー、アポロが 太陽の神になるわけですけども、ここで注意していただきたいのが、これがミトラですね。そして、そのミトラの右にいるのがアポロです。実はこの二人の神は同一、まあ、神ということになりますね。同一神です。そのこともギリシャ神、彫刻を丁寧に、まあ、精査すればわかります。ミトラは、なあち、アポロ。アポロはミトラということになります。これがアポロの像です。そして、 右がミトラの像です。共にギリシャ彫刻です。で、髪の毛が、まあ、邪魔ですから、髪の毛を取って比較してみますと、この両者は全く同じであることがわかります。なあち、3D プリンティングテクノロジーを使って作られているということですね。ややあの写真の角度が違いますから違って見えますが、その部分を勘案して比較してみてください。なあち、ギリシャ彫刻はですね、このような形で、えー、アポロはミトラのことだよということを私たちに教えているわけです。 ここが重要ですから、よく見といてください。すなわちアポロというのはミトラのことだということですね。そしてそのミトラは12月25日、母アナヒータの下で、つまり処女解体で生まれ、3人の賢者がやってきてミトラの誕生を祝います。 わかりやすく言えば、キリスト教というのは、ミトラ教をそっくりコピーした宗教ということになります。もう一、キリスト教の流れを見てみたいと思います。頂点にアフラ・マズダがいます。そして、先ほど言いましたように、ザラス・ストラがトラスター教を開き、その流れをミトラが組んでいきます。前一世紀にはペルシャ一帯を支配します。と同時に、先ほど言いましたように、ヘリオス、すなわちシャーマー氏は戦いに敗れて、 太陽の神の座を譲ります。そこでヘリオスとシタールと組んでキリスト教を立ち上げます。ですからキリスト教ではですね、30歳以前のキリストの所在は全く不明なんですね。で、それがチャーチ・イン・ローマへと引き,引き継がれます。後のカトリックとなるわけですね。そして左の方はフリーメイソンへと繋がっていきます。で、えー キリスト教の方は、チャーチンローマの方はですね、ローマの国教となると同時に勢力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧して潰してしまいます。で、イスタールはローマ国教となると同時にイースターという名前に変えて、それまでミトラ教の春分の日であったのを、まあ、復活祭の日として祝うようになります。まあ、イースターというのはもともと法上の神ですから、卵ですね。それから多産のウサギをまあ祝うわけです。アジアのミトラ教。 で、先ほど言いましたように、ミトラ教は、チベットへ入ります。で、ペルシャヨーロッパのミトラ教は姿を消します。で、ミトラ教はどんどん小さくなっていくわけですね。が、まあ、チベットに、その、まあ、勢力といいますか、力を残すわけです。そこへ、現状三蔵が行って、長愛へ持ち帰り、その二番弟子の、現状三蔵の二番弟子の地図が、 やてだらを回帰します。そのやてだらへ空海が行って修行し帰ってきて今後無事を混流します。この、いわゆる、まあ、根本、大統の いわゆる、てっぺんにある、これが草林と言われているものですけども、これは、あの、生命の木をかたどったものだと考えられます。写真が小さいので少し見にくいですけども、法隆寺の草林は明らかに tree of life をかたどっています。これはアタゴさんという方が発見なさいました。そしてこの生命の木は、現在、クリスマスツリーとして、まあ、引き継がれて、いわ、あの、クリスマスの日に祝われています。これがクリスマスツリーの原点ですね。 で、法隆寺の総林について調べてみます。これは、アタゴさんという方があの発見なさいました。どなたも流用、投用、転用はできませんのでご注意ください。まあ、この頭のてっぺんにあるのが、これが草林です。で、私は、あの、ここへ行きですね。法隆寺へ行き、60倍の望遠レンズでこの写真を撮ってきました。 そして比較してみました。で、法隆寺ではこれをストゥーパーだと教えていますけども、それはあとは皆さんの判断です。どちらの説明の方が、まあ、合理性と言いますか、説得力があるかという問題ですね。右が生命の木、そして中央が、まあ、法隆寺の五重塔の草輪です。で、これを比較してみます。注意深くご覧ください。 すなわち、えー、法隆寺の五重の塔の方ではですね、いわゆるバビロニアの生命の木を模して、まあ、林とした、いわゆる飾り物としたということになります。と同じものが私は、荒野山の、えー、根本大塔の草林、えー、にも使われていると判断しています。今度、また荒野山行って、それを検証してみたいと思います。えー、ともかくも、えー 法隆,寺法隆寺にしてもですね、そして空海の混流した今後武士にしても、ミトラ教の、いわゆるバビロニアのね、ミトラ教の流れを組むものであるということがこれで、ま、証明できるわけです。中央てっぺんにいるのがアフラ・マズダーです。神の中の神、太陽系を,陽系を支配する神の中の神ということになります。そしてこれが Tree of Life です。 それが法隆寺の五重の塔の僧林として使われている。と同時に、まあ、あの、空海の混流した混合武士の根本対等の僧林としても使われている。というふうに私は、あの、判断しています。まあ、写真がね、まだ不鮮明ですから断定はできませんけども、ほぼ確信しています。 では、日本の、今度はミトラ教について考えています。少し話は戻りますけども、一番左にいるのが、太陽の神ですね。それから、ミトラ教、ミトラが生まれ、そしてその流れは、まあ、ギリシャ神話からガンダーラ、ガンダーラから、中宮寺へ伝わっていると、この図は示しています。写真は示しています。そして、いわゆる諸徳大使が、法律を根留。その根留、五重の塔のてっぺんには、草すなわち、生命の木が使われているということですね。 いわゆるまあ、聖徳太子がミトラ教を日本へ持ち込んだということになります。で、今後無事のミトラ教です。今も言いましたように、えー、生命の木がこのようにまあ、根本対等の。てっぺんに使われて、そしてこれが根本対等の中の、えー、大日如来像です。この左右に一体ずつ。あのー。 あることに注意してください。で、これが左がミトラ教の神事をしているところです。これはマコテさんという方がこの写真を届けてくださいました。中央にいるのがミトラ、向かって左にいるのがエンディル、そして向かって右にいるのが三角形なのが、これが延期です。これが現在フリーメイソンのシンボルマークにもなっています。 延期が人間を改造したと言われています。そして並べてみますと、これら両者が同じであることがわかりますね。ミトラ教の真実と、そして、えー、根本対等の中の大日次の雷像の配置図が同じ、すなわち中央にいるのはミトラということになるわけです。そしてこのミトラの頭を見ていただきたいんですけども、えー、左が、これがあの、今言いました。 真事の真珠をしている絵の中のミトラです。頭が同じだということにお気づきになりますかなーちこの両者ともフリギュア帽を被っています。フリギュアというのは古代トルコの古名です。まあミトラは、ミトラ教はそこで生まれたわけですね。で、この帽子が自由のシンボルということになるわけです。フランス革命の当時たちもこの帽子を被って自由を求めて戦いました。なーちフリギュア帽ですね。その帽子が 先ほど冒頭で紹介しました、今後無事の第日如来像の頭と一致します。さらに分かりやすい写真がありますので紹介しますが、この第日如来像の頭と、そして円形の頭を比べてみてください。コンセプトが同じであることが分かります。さらに面白い絵が見つかりました。中央の紙ですね。名前が分かりませんけども、この頭を比較してみてください。作りが同じであることが分かります。 バビロニアの神です。こうして、えー、空海の混合武士の仏像と、仏像ってか、あの、像とですね、そして、えー、古代バビロニアの像がこうして繋がっていきます。で、これは帽子というよりも私はヘルメットだと考えています。バビロニア、そしてアッシリアの神々は皆この帽子を被っています。で、ここで空海の非数学。 秘密の数学について触れておきたいと思います。空海は88箇所の巡礼ですね。88箇所巡りというのを開きました。この巡礼という発想そのものが東洋的、日本的ではないような感じがしますが、88というのは8たす8イコール16、16というのは1たす6の数字で出来上がっています。1たす6は7となります。この7が非数学となります。こうして数字にこだわっていくわけですね。 そして、それは、曜日の概念へとつながっていきます。太陽1。そして、6曜日を6。1プラス6。7。7曜日もこうして生まれました。その説明は別のところでしましたので、またご覧になってください。空海は最後に、こういう言葉を残してのこの世を去ったと言われています。56、7000万、えー、年後に私は戻ってくると。で、1秒は、一分は60秒。1時間は60分。そして、1日は20。 4時間ですね。6×4 です。これを掛け算しますと、1日は86,400秒という数字が出てきます。86,400です。注意してくださいね。86,400です。なぜこんな、まあ、数字を使ったかということなんですけど、この86,400に4を4倍しますと、34,56,00となります。で、34,56,00に、5、空海が残した言葉、5億6,700万を掛けますと、 え、これがニネベ定数となります。あの空海が56億7000万っていった数に対しては0.4をかけます。そうしますとニネベ定数になります。ニネベというのはバグダッドの南に のおドですけども、そこでこんな粘土板が見つかった。それには 60×70×70 という数字が書き込まれていました。すなわち、この数字はですね、太陽系のみならず銀河系全体の星々の動きすらも、この数字によって説明できます。その説明はまた別のところでしましたから、また興味のある方はご覧になってください。すなわち、空海はこうした数字も残して、この世を去っているわけですね。 なぜ空海がこんな数字を使っていたか。バビロニアでその年度版が発掘されたのは近年になってからです。しかし空海はその数をすでに今から1200年前に知っていたということになります。ニネベ定数です。林博志、ニネベ定数で検索をかけてみてください。空海はニネベ定数を知っていた。というようなことを以上考えまして、まあ、 もう一個の逆に見てみましょうか。5億6700万を 8, 8万6400秒かける。それを4倍しますと、ぴったしと2レベ定数になります。も、ま、う、あ、これは偶然の致とはとても言えませんね。2レベ定数は繰り返しになりますけども、近年バグダッドの南で発見された年度版です。それにはこの数字が書き込まれていました。 では結論ですけども、えー、冒頭に挙げました、今後無事の大日如来像は、これはミトラです。潮発方からいろいろな証拠が集まってきますが、その一点は、これがミトラ像であるという結論に集まります。中心にあります。大日如来はミトラです。The sun god, 神、太陽の神ですね。ということで、まあ、 辻秀美さん、どうもありがとうございました。まあ、いただいた方を見てですね、あ、これはミトラだっ,たっていうことを、えー、わかりましたので、それをお伝えしたくて、このビデオを作ってみました。どうもありがとうございました。では、続くビデオをどうかお楽しみください。bye for now.Hello. This is Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.Mystery of One Plus Six is Seven. The Star of David. 1>, 1たす6は7の謎、ダビデの星。ここにお見せするものにはですね、ある共通の非数学が隠されています。1たす6は7の非数学です。まさに世界は神々の支配下にある。 ということです。ミトラ教です。ミトラ教ですね。左に松明、中央に7つの霊、光線を持つ円が描かれています。ミトラには7本の光線があります。それが現在の自由の像につながっています。1プラス6は7という ことです。曜日もその中の一つですね、えー。太陽気、水、金、地、火木、土1プラス6です。水、金、地、火木、土と並んでいます、えー。最初の3つを内惑星、次を外惑星と言い,い、 ダビドの星にそれを当てはめています。内惑星、今度は外惑星ですね。こうして並べて月火水木金銅の曜日が決まりました。カレンダーはこうして生まれたわけです。このカレンダーの中にも1プラス6の比数学が隠されています。太陽が1。 それから月火水木金土が6というわけです。太陽の紋章。これはツタンカーメン王の墓の中から見つかったものですね。これには16枚の光線が彫り込まれています。日本の最も神聖な紋章にも16枚の光線が描かれています。そして、それは世界中で見つかっています。 最後に出てくるのがこれ、石田春門の文章です。そこにもやはり16枚描かれているというのは大変興味深いですね。16, すなわち、1たす6は7の比数学です。法隆寺テンプル、えー、にもですね、比数学が隠されていました。これはアタゴさんが発見なさったことです。法隆寺の五重の塔です。 この、えー、まあ、てっぺんに総林っていうのがありますけども、この総林を、はですね、えー、バビロニアに伝わった、あ命の木の形を正確に、えー、写し取っています。ご自身でご確認ください。そして、六、えー、六、六個ずつと言いますかね、えー、左に六個、右に六個、そして中央に一本を、 ありますから、6たす1。ここにもやはり、非数学が使われています。1たす6は、7。というわけです。それから、今度は空海ですけども、88箇所巡りがよく調べて、知られていますね。空海は四国88箇所を定め、そして巡礼を進めたわけです。88。 すなわち8、8たす8は16というわけです。もうお分かりですね。88、すなわち8たす8は16、1たす6は7の比数学です。日蓮も16という数字にこだわりました。えー、日蓮 まあ、にとって最大、まあ最大と言いますか、最も重要な本尊が、この、ほ、タの妙本寺にある、このお筆の本尊です。日蓮は、16行の三文を書くのに、えー、固執しました。16ですね。えー、このように、16は1たす6、イコール7、比数学が、 使われていますその原点にあるのがダビデの星です中央に太陽を置きますそして1プラス6の比数学を組み込みましたということで比数学の簡単な説明をしました Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello, this is Makote and Hiroshihayashi Japan.What is religion for humans? Japan in m i t h r a i s m 宗教とは何か日本の中のミトラ教。Makote さんから 送っていただいた写真を見ながら改めて私は宗教と何か日本の中におけるミトラ教とは何かを考えています。それを皆さんにお伝えしたくこのビデオを編集してみました。どうかご覧ください。テさんどうもありがとうございました。ハロー this is Makote. Taka in Tokyo and Hiroshima, Japan.Japan's a land of gods.Japan in m i t a i s m ミトラ教の中の日本。日本はまさに神々の国でした。調べれば調べるほどそうなるんですから、どうしようもありませんね。マコテさんが大変、まあ、貴重な絵を届けてくださいました。これがその絵なんですけども、これはミトラ教の神事 をしている、が、の、信者の方がですね、信事をしているところの絵だ、そうです。で、中央にいるのが、当然、ミトラになります。ミトラは、フリギア帽を被っています。フリギアというのは、トルコ古代の国名です。えー、まあ、自由のシンボルとして、ローマで確立したわけですね。これはフリギア帽です。で、そのフリギア帽を被って、フランス革命が起きました。マリアーヌは、フリギア帽を被っています。 まあご覧ください。えー、フランスの投資たちはフリーギャボーを被って、えー、まあ、あの、フランス革命を起こしたわけですね。そのビデオは今日、この後に繋げておきます。で、これが自由のシンボルっていうわけですね。素晴らしいですね。で、これがマコテさんが送ってください。写真の中にいろんなその南が隠されてますけども、まあ、フリーギャボーがあり、そして、まあその、 自由の象徴であるフリギア棒がですね、フランス革命とと繋がっていたということなんです。で、もう一人ですね、ここに、まあ、ミトラ教のガードと言ったらいいのか、あるいはこれ、彼自身があエンリルなのかわかりませんけども、ここにもう一人の神がいます。えー、この紙ですね。エンリルですね。で、これがマコテさんが届けてくださった写真ですけども、このエンリルですよね、これは。あのー、 顔を比べてみてみくださいそれで、このエンリルがですね、実は日本にも、まあ、この紙はいるわけですね。で、これが、まあ、あの誠さんが探してくださった、あの、エンリルと思われる紙です。で、両手にですね、あの、棒のようなものと、それから、あー 六個書、五個六個書のようなものを持ってるわけですが分かりません。で、右がご存知、不動明王です。不動明王も同じものを持ってるんですね。棒に丸い輪です。ここにちょっと注目してくださいね。棒に悪い輪です。丸い輪です。棒に丸い輪と言いますと、これはアフラマザーのシンボルなんですね。 そして、アフラマズダはどこかの王に真剣の象徴であるリボン付きの輪を渡しています。右がエンリルです。エンリルは地球の支配者でした。そして、どこかの王にやはり、あの、真剣を渡しています。このアイテムをよく見比べてみてください。ぼ、冒頭、それから、あの、リボン付いた輪ですね。で、これは不動明王がみんな持っているわけです。で、右が、これが、あの、 アフランマズダが持っている神剣の象徴ですね、冒頭は。自分が王だぞっていう意味ですね。で、和は、あの、王権っていうふうに英語で訳しておりますね。Uh, symbol of kingship と書いてあります。ですから、和を渡すことによって王権を渡していたわけです。神剣はやはりこの棒を持った人が持っているわけですね。 ですから、棒を持ってるっていうことはですね、この、なんて言うんですかね、この棒を持ってるっていうことは、まさに私がこの地球の支配者だという意味になるわけです。で、和は相手にその、王を渡すって言いますか、王権を渡すためのシンボルということになるわけですね。それで今度はミトラ教の、もう、ここを見てください。ここに三角形のマークがあります。これはですね、あの、その日にフリーメイソンのシンボルマークとなった三角形だと思いますけども、絵がもう一つ確か、あの、正確でありませんけど、真ん中に、左のね、真ん中に目らしきものが見えます。 となると、もうわかりですね。左がエンリルで、右がエンキということになります。そしてこの真ん中を見てください。えー、ここに、松明の、えー、が掲げてありますね。これは、当然、ドラスター教の流れを組むわけです。ビトラ教は、ドラスター教から生まれました。アティン、アル、えっと、まあ、その自由の女神像になり、そして現在はオリンピックの成果として引き継がれています。 で、それは日本では空海がその密教、密礼を伝えて、そして荒野山で、え、言宗を開くわけであります。で、神言宗では今でも松明を立てています。そして、これが、中央にいるのが、ミトラ教の僧侶だと思います。そして、この彼が手にしている、この棒と丸岩に注目してください。やはり同じものを持っているんですね。そして、その棒と輪は、えー、不動明王へと引き継がれる。 いわゆる引き継がれるんじゃなくて逆なんですね、これ。いいですか、皆さん。あの、私もふっとして間違える、その間違えるんですけどね。日本から、あの、ペルシャはったんですよ。あの、まあ、その、数ーシ化最後にお見せしますが。ちょっと、あの、余談になりましたけど、ここに星のマークがありますね。これ単なる星じゃないんですよね、これ。あの、このマークっていうか、記号はですね、文字なんです。ディングルと読むんですね。あの、シュメルの言葉で。 すなわち、神を表すくさび型文字です。これは私が書いた本、ってかまあ、30年近くも以上前に書いた本の中にそれをで発見しました。ディンギル、あるいはりわるエホバですね。神です。そして右の中国の D もね、これ、テイというのは神のことだそうですね。 最近知ったんですよ。で、このミロの、ジュアン、ミロの絵の中にも、このマーク、あの絵があちこちに描かれてるんですね。よ、まあよく出てくるんですよ、このマークがの、ね、ミロの絵の中にね。これはあのみんな神を表すシンボルマークです。あミロは、まあミトラ教の信者であったか、フリーメイソンのメンバーであったかということになるわけですね。そしてこれは何かと言いますとね、あ日本でもこの、この模様の鏡は東京はたくさん見つかっていますけども、これは言うまでもなく、イシュタールの文章なんです。 イシュタールというのは、エンディ、エンディル、エンキの孫娘です。そして、このイシュタールが女度、メガ中の女神になって、世界の女神として君臨するわけです。これは右の方が、あの、高い東京さんが届けてくださった、イシュタール神のシンボルマークです。 ま、似てるというのも、このもともとこれは8つの方向に光が伸びているのは、金星を表しています。なお、イスタールは金星から来たというわけですね。で、タカさんが用意したには、エタの鏡も関係あるのかと、ここでは疑問符をつけて、皆さんに、あの、提供いたします。じゃあ、アフラマズダ・イン・ジャパンをご紹介いたします。これは、あの、戸尻で発見されたド、銅、あの、土器いうことになってますね。緯戸尻。しかし、これは土器じゃありませんね。頭の部分と、あの、一ついで、ついで、ペ、あの、一つ。 一体となっています。で、これはですね、言うまでもなく右の方はアフラマズだ。そして、後ろに輪がついてますね。これは、あの、真剣をつけた人の輪なんですね。そして、頭がボコボコボコっと出てますね。これはあ、あの、アフラマ、エンデルエンキの、あの、いわゆるレデリーフにはみんなこの、あの、模様が描かれています。そして、これがあ、ミトラ教の真事の模様の絵ですけども、見比べてみてください。棒、それから丸い輪、ま、あるいは、 あの、一体性というか、これで統一性が持てましたね。もう一度説明しますと、これが井戸寺で見つかったアフラマザーです。そして、これがエンリルを表す不動明王ですね。まさに神の中の神、地球の支配者です。で、エンリルはですね、アフラマザーを ご、自分、自分自身もアフラマザを信仰しているのかもしれません。アフラマザ自身は地球は私は降りてこなかったと思います。では結論を皆さんにもう一度お話します。いいですかここが重要ですから、もう一度よく聞いてください。日本に神々がいたんですよ。そして、いたってかいるんですよ。日本はまさに神々の国であったわけです。そこからペルシャルを渡って、えー、ゾラスタ教、 見届けを開いていく。そして、えー、東の方行って、マヤ、アステカ、そして、臨海と、その、教えが伝わっていく,だいくわけです。つまり、つまり日本が中心であった。そのシンボル、て言いますか、証拠,証拠が、前方後円墳ということになります。まさに空から見て、日本は、この土地は神の国であるぞ、ということを、内外に示したのが、このシンボルマークスなわち、日本の前方後円墳ということになります。 これこそがまさに日本ランドがですね、日本が神々の国であるという証拠ということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on a s i a n mysteries and wonders of the world.Today's story is about Afra Mazda. Or dainichi nyora in Japan, and his beautiful blue helmet. As you have already known, Afura Mazda is the Avestan name for the creator and sole god of Zoroastrianism, the old Iranian religion predating Islam. Afura Mazda is described as the highest spirit of worship in Zoroastrianism. Along with being the first and most frequently invoked spirit in the yasna. The literal meaning of the word afula is light and mazda is wisdom. Zoroastrianism revolves around the three basic tenets good thought, good words, and good deeds. Afula mazda, 日本の大日如来は美しい水色のヘルメットをかぶっていました。アフラというのは光、マズダは知恵を意味します。言うまでもなくゾラスター教の最高神、神の中の神です。そのゾラスター教は良い思想、良い言葉、そして良い行いの三つの主義で成り立っています。で、大日如来イコールアフラマズダです。アフラマズダは 美しいブルーのヘルメットをかぶっていました。荒野山今後無事に残っている大日如来像をご覧ください。大日如来のヘルメットがその証拠ですが、同時にそのアフラーマウダーはこの日本にいたことを忘れてはいけません。土偶がその証拠です。土偶がかぶっているヘルメットに注意してください。同じです。つまり日本の縄文土偶はその昔神々を表したものです。 この日本には神々すべてのオールキャストが住んでいたということになります。アフラマズダイカ、アヌオ、エンキ、エンリル、そしてイナンナ、イシュタールです。画像を説明します。今皆さんにご覧いただいたのが縄文道具ですね。まあ、中央にいるのが大日如雷像です。で、美しいブルーの色が残っていますね。そしてそのコンセプトは、それぞれのヘルメットと一致します。 なあち、これらの神々は皆美しいブルーのヘルメットをかぶっていたということになります。そしてもう一、この大日如来像を見てください。そしてウルに残っている、まあ、イラクですね、の神のヘルメットを見てください。そして左が縄文、まあ、道ですね。同じコンセプトのヘルメットをかぶっています。 中深くご覧ください。これがその証拠です。で、少し縄文道具の話をしておきたいと思います。少し前に作ったビューですけども、これは埴輪ですね。この埴輪はヘルメットをかぶっています。オーバーオールヘルメットですね。首のところに線があるところ、段差があるところに注意してください。そして、胸に抱いているのは、これは人間ではありませんね。そして、同じコンセプトで作られているのがシメルの紙ですね。 カクンカクン型で細い腰ですよ。注意深く、ここもご覧ください。すなわち、これら三者は同じなんですね。そして同じコンセプトで作られているのが、日本の縄文道具だということです。肩幅がか広くカクンカクンと回って、脇の下に空間ができています。そしてそれがですね、えー、長野県のですね地の下で見つかった仮面の女神へとつながっています。が、そこで終わるわけではなくて、それが最終的には、 いわゆる遮光器、道具へとつながっています。肩幅が広く、カクンカクンと曲がって腰が細いです。そしてヘルメットをかぶっています。このヘルメットがバビロニアの、まあ、イスタールにつながっていくということですね。えー、イスタール、ヘブライ名はマリアです。まあ、マリ。これあのマリで見つかった右下はですね、えー、イスタール像ということになります。同じヘルメットをかぶっている。ということで、こうしてつながっていくわけです。 で、結論はもう、今日の結論は簡単ですね。大日如来です。頭に注意してください。まあ、独特なヘルメットをかぶっています。そして同じものがウルで見つかっているということですね。そしてその以前に、縄文土偶も同じヘルメットをかぶっているということです。こうしてつながっていくわけですね。大日如来、そしてウルの神、そして縄文土偶です。つまり、これらの神々は同じコンセプトのヘルメットをかぶっていたということになります。 いかがですかそしてその色は美しいブルーであったということですね。その証拠がこの今後無事に残る、まあ、大日如来像ということになります。楽しいですね。ロマンチックですね。ということで続くビデオどうかご覧になってください。えー、神々の世界がより皆さんに理解していただけるものと思います。Bye for now!